こんにちは。今回は中学校3年生数学因数分解の第1回目です。教科書24ページの参考になります。今回から因数分解になるのですが、この因数分解とは何かということをまずはじめに説明したいと思います。今まで展開という学習をしてきました。展開については多項式の積の形になっているものを和の形にすることでした。実は因数分解とはこの逆を行うと思っていただけたらいいと思います。多項式の形になっているものを多項式の形になっているものをこの積の形に直すことを因数分解と言います。ちなみにここには掛け算が隠れていますし、この一つ一つをそれぞれ因数と言います。積の形で表した時の一つ一つの式を因数と言います。その形に分解するので因数分解というということを覚えておいてください。実は因数分解にはいくつかのパターン、公式があります。あるんですが、まずは今日今から学習する共通因数を取り出す因数分解、これをぜひ押さえてほしいと思います。因数分解をする上ではまずこれを皆さんは確認をしてほしいなと思います。この共通因数って一体何だろうということなんですが、ここにポイント書いてます。すべての項に共通するあるものを取り出して括弧の外に出すということになります。このあるものとは一体何かというと、すべての項に共通する数や文字を取り出して括弧の外に出すということです。今下に一つの例を書いていますが、これは皆さんもこの形見たことがあると思います。右から左に、これ分配法則でよく行うことなんですが、共通する文字を括弧の外に出すということは2年生の中でも学習したことがあるのではないかと思います。では今から右側の5問について共通因数を取り出す因数分解を学習していきます。まず1番ですが、 AX と BX2 つの項があります。どちらの項にも共通している数は1です。1が隠れています。そして文字についてはどうかというと、文字については今どちらの項にも X が共通しています。つまり共通因数は 1X となるんですが、ここでは1は省略し X だけを括弧の外に出します。ではそれぞれの項から X が1つずつ括弧の外に出たんですから、残りは何が残るかというと、前半は A、 そしてプラス後半は B となります。ということで1番、因数分解すると答えは X 括弧 A プラス B ということになります。ここでは共通する数字が1、そして文字が X なんですが、 1X と書かずに X と書くということに注意をしましょう。次に2番です。はい、2番は共通因数何があるでしょうか。まず数字なんですが、4と2となっていますね。先ほどすべての項に共通する数と言いましたが、今4と2って共通する数かというと、実は微妙なところがあります。この数気をつけてほしいんですが、数といっても注目するとこ、ここ、とても大事です。最大公約数です。こういう意識を持つと共通因数に気づきやすくなります。つまり4と2の最大公約数は何ですか。2ですよね。ですので2が共通因数としてまず数字は出るんだと。そして文字については今前半も後半も B がありますね。ですので B が共通因数なんだ。
つまりこの2つの項に共通する数字や文字となると 2B となります。 2B です。そしてここから先なんですが、じゃあ残りが括弧の中に来ます。アドバイスとしてはですね、 2B に何を掛け算したら元に戻るのかというふうに考えてもらいたいと思います。 2B に何を掛け算したら 4BX に戻りますか。それは 2B にまず2をかけなければ4には戻りません。そして B がありますから、あと X を掛け算してやれば 2B×2X で 4BX に戻るはずです。そして次です、 2B に何をかけ算したらマイナス 2B になりますか。 2B に1をかけたらただの 2B です。 2B にマイナス1をかけることによってマイナス 2B に戻ります。よってここでは共通因数が 2B で、因数分解すると 2B×2X-1 となります。共通因数のこの数について最大公約数を括弧の外に出すということが、この共通因数を取り出す因数分解の最大のポイントになりますので気をつけましょう。そして3番目です。はい、3番目2つの項がありますが、共通因数は何か、もうピンときましたか。まず3と6ですから、3と6の最大公約数は3です。よって3がまず数字として出てきます。次に x2 乗と x が1つですが、これ前半は x が2個です、後半は x が1個です。同じ文字を同じ数だけ、できるだけたくさん括弧の外に出しましょう。これも大事なポイントになります。同じ文字を同じ数だけ、できるだけたくさん括弧の外へ。ここでは x が2個と1個ですから、同じ文字を同じ数だけですから、1個ずつですね、同じ数だけですから1個ずつ、つまり共通因数は文字の方は x となります。あとは先ほどと同じように 3x に何をかけたら 3x2 乗になりますか。 3x に x をかければ 3x2 乗になります。そして 3x に何をかけたら 6x になりますか。 3x に2を掛け算すれば 6x に戻ります。よってこの問題、因数分解すると答えは 3x(x+2) というふうになります。あと4番目です。4番目も今度は9と6ですから、9と6の最大公約数は3ですね。そして、文字については前半が A2乗B、 後半は AB です。同じ文字を同じ数だけ、できるだけたくさんですから、まず A については A が2個と1個ですから、同じ数だけです。1個しか出せません。そして B は元から1個ずつですから B、3AB、 これが共通因数です。そして先ほどと同様です。いきます。 3AB に何を掛け算したら 9A2乗B になりますか。3、そして A を掛け算すればちょうど 9A2乗B に戻ると思います。そして 3AB に何を掛けたら 6AB に戻りますか。2ですね。よって4番の答えは 3AB×3A+2 ということになります。そして最後の問題です。最後の問題も同様なんですが、一番最初の項にマイナスがついています。こういう場合にぜひ習慣づけてほしいなと思うんですが、一番最初のところにマイナスがついてて共通因数を取り出す場合は、このマイナスも一緒に括弧の外に出す習慣をつけてもらいたいと思います。ここではまず下に書きますが、マイナス出しましょう。そして14と21と7、この3つの数字の最大公約数は何か。7です。よって数字は7が出てきます。そして文字については A が2つ、 A が1個と B が1個、そして A が1個ですので、すべての項に共通する文字は A で、同じ数だけ出しましょう。1個しか出せません。よって共通因数はマイナス 7A です。そしてここからです。マイナス 7A に何をかけたら
マイナス 14a2 乗に戻りますか、まず7に2をかけないと元に戻りませんね。ですので2、そして a はもう1個かけてやらないと元に戻りません。マイナス 7a×2a、 これでマイナス 14a2 乗に戻りますね。次にマイナス 7a に何をかけたらマイナス 21ab に戻りますか、マイナス7ですからプラス3をかけてマイナス21になります。そして a と b をかける、そしたらマイナス 7a×3b でマイナス 21ab になります。最後です。マイナス 7a に何をかけたらプラス 7a になりますか、数字について7に1をかけて7です。で a についてはもうここに出てきてますので、はい、マイナス 7a にマイナス1をかけるとちょうどマイナスとマイナスでプラス 7a という形になります。塊が3つになっても共通因数の取り出し方は一緒です。では振り返りです。今回特に大事にしてほしいことは、この共通因数を取り出す因数分解については、すべての項に共通する数、数といっても最大公約数、最大公約数、そして文字といっても同じ文字を同じ数だけできるだけたくさん括弧の外に出すということを気をつけてください。教科書にも同じような問題がたくさんありますのでチャレンジしてみましょう。以上で終わります。